江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、歩道に恐怖高まる渓谷の霞ヶ関でシンクホール発生ということでね、渓谷の交換庁が集まるヨイドというところがあるんですけれども、日本でいう霞ヶ関です。はい、こちらの方でですね、大規模な大きいシンクホールが発生したと。写真の方を先にご紹介したいと思うんですけども、こちらでございます。ポン。これは大きいね。歩道なんですよね。はい、ということでね、それでは記事の方行ってみましょう。くーちゃん、お願いします。よく通る道で急に床が消えたら、想像するだけでもクラクラするしかありません。最近、ヨイドの中心部でシンクホールが発生しました。ヨイドには超高層ビルの摩天楼があちこちに建てられ、すでにあった建物もさらに高く建て替えられています。やめとけ。今後の発展が期待されるところですが、ヨイドのサラリーマンは不安を訴えています。シンクホールに陥ることはもはや他人事ではないかもしれないからです。25日午前11時頃、 IFC モール前の道路内横断歩道をつなぐ交通紙まで横 0.5m、 縦 0.3m、 奥行き 2.5m の穴が開きました。ヨンドンポ消防署によりますと、この事故で付近を歩いていた30代の男性が太ももに擦り傷を負い、病院で治療を受けました。当時、区役所では早ければ1日で事故の原因を究明して発表すると言っていましたが、時間がもっと必要なようです。ヨンドンポ区長道路課の関係者は、1日の記者に対し、ほとんどは地下の下水管路に問題が生じた場合だが、今回はまだ確答を与えるには慎重な状況だとし、引き続き原因を把握しているが、発表までにはさらに時間がかかりそうだと語りました。加えて、ソウル市レベルだけでなく区長でも地盤調査を行ってはいるとし、今後はより周期的に施行しようと思うと伝えました。区役所は周辺の下水管路 CCTV を調査し、地表透過レーダー探査を実施する計画です。ヨイドのシンクホールは2018年3月の事故以来、今回が5回目です。去年の7月にも最近の事故とほぼ同じ地点で 2.5m シンクホールができたんですけれども、当時区役所は事故原因が周辺の地下埋設物異常のためだと推定しました。1年余りでできた同じ深さのシンクホール、ヨイドの人々は事故がさらに増えるのではないかと心配しています。ヨイドの会社員住民が集まったオンラインコミュニティも連日動揺しています。四方で地下鉄工事をすると、あの付近を通るたびにいつも不安だったが、結局ことが起きた。めちゃくちゃ開発を防ぐことはできないが、通り過ぎる人々は何の罪か。毎日必ず通らなければならないところなのにクラッとする。間もなく再建築が続々と始まるはずだが、地面だけを見て歩かなければならない。出勤しながら事故現場の横を通るのがとても不安だった、など追加のシンクホールを心配する書き込みが相当数掲載されています。ハンソ大学土木工学科のパク・インジュン教授は、数年前からヨイドにはこのようなシンクホールが発生していた。今の懸念状況は予見されたものであり、乱開発が続く限りシンクホールは当然さらに頻発する見通しだとし、開発を防ぐことはできないので、今は歩行者が注意するしかないと述べました。彼はシンクホールは下水管と雨水管が通るところで頻発するが、これは道路沿いと近接しているとし、道路沿いとは距離を置いて建物の近くで歩行するのが安全だと言いました。絶えず建てられる摩天楼に空へ向けられる期待感は日増しに高まっていますが、地に向かっては恐怖が高まっています。みんなの安全のためにも、安全なヨイドにする方法を考えなければなりません。はい、下を向いて歩こう。はい、じゃあですね、こちらに対して警告の反応を見ていきます。はい、大変ですね。じゃあですね、こちら1人目。超高層であれ、地下の土地を掘ると地下の土が一部流出し、地下構造体の生成で地下水脈の道が変わります。非常に長い間形成されていた岩盤ではない地盤は当然撹乱され、安定化のために水と土が移動することになる。そのうちシンクホールができるんです。これは地下工事をしない以外に方法なし。326 10。しないわけにいかないでしょ。近い将来、大事故も起こりそうです。人間の欲望によって自然が損なわれ、最終的には人間に大災害として戻ってきます。254 18。渓谷さんの欲望すごそうだな。
証券マンたちのため息で地面が消えるんだ。99に。それは別のため息だろ。日本で金持ちは家を買うとき江戸時代の古地図を持ち歩きながら売り物を探す。特に以前は川か埋め立てられた土地は避ける。地震時に最も脆弱な構造だからだ。このような場所の下に形成された液状化した地盤が揺れると上の建築物は水上の船のように不安定になる。渓谷も山質や酔い度は観光の流れを変えながら作った埋め立て地だ。22-0と島の地がついた地域は気をつけないと。10-0記者、あなたは写真のあのシンクホールが横 0.5m 縦 0.3m 奥行き 2.5m の大きさに見えるかな。80見えないね。横 0.50cm 30cm 奥行き深さか、深さ 2.5m。 うん、見えないね。じゃあこの写真に写ってる人たちは人形かな、フィギュアかな。はい、渓谷さん数字弱いな。やっぱりソウルは危ない。結局限界が来ましたね。ヨイドさようなら。みんなさようなら。はい、さようなら。渓谷さようなら。じゃあですね、チャットの反応いきたいと思います。はい、じゃあね、上の方からいきますかね。この辺からかな。はい、ね、霞が関に謝れ。渓谷に霞が関はねえよ。シンクホールって北が攻めてきた時の妨害手段だと思っていたんだけど、シンクホールってレベルじゃねえだろこれ。さて何日で修復されるかな。どんどん追い込まれているな。どうせ直せない。新手のスタンド使いか。エクスプロージョン。ああ、日本の企業にタダで調査しろとか抜かしてそっぽ抜かれてから何もしてなかったの、わらわら。歩道に渓谷の道路は落とし穴実装済みだろ。渓谷の隅々にもう仕掛けてあるんだぜ、わら。シンクホールで穴開いて鉄筋なしのビルコンクリートで埋めたら大丈夫。ビルの基礎部にシンクホールができたらブルブル。地盤調査が顕著な予検査だったまでがデフォ、かっこ笑い。そこが陥没したということは周囲も陥没する危険が残ったままでは。シンクホールを防ごうにも地下に何があるのかわからなければ防ごうがない。今年の真冬も期待してますよ韓国兄さん、わらわら。地下埋設物って地雷でも埋まって爆発したからシンクホールになる。お後ろがよろしいようで。同じ地点ってさ、根本原因を対策しないのね。甲子園の出場校じゃないんだから。なんだよ5回目って、わら。5回目だと何も進歩してないやん。所詮川の流すなんだし、よいど。ただの手抜き水漏れ。ハリボテしか作れないハリボテ国家だからね、どんまい。穴に落ちたんじゃなくて道路が崩れ落ちるんだろう。どうやって気をつけろと。いまだに上下水道の場所すら把握してないんだから地下の調査もやらないよね。欲の塊に手足が生えたような。沼とか谷がついてる場所は避ける、わらわら。まあ日程が悪いにだって言ってれば全て解決するよ。車落ちるサイズに見えるぞ、わら。お前ら地図作る義しなかっただろ。すぐわかる嘘をよくつけるな。ムーンを見習ったのか。数字の捏造するなよ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。